孫策の覇気は天地に轟き、一方北では強大になった曹操と袁紹が、曹操を倒したら天下はぐっと近くなるわね。おう、でもまだ劉備とか天下を競い合う相手は多いけどな。劉備、劉玄徳ね。孫策殿の妹君であらせられるか。お礼言わなくちゃね。おかげで助かったわ。いえ、私どもは何も。では先を急ぐので、これにて失礼。不思議な人ね。全然違うのに、なんだか兄様に似てた。そうか、よくわかんねえな。うん、私にもわかんない。でもちょっとまた会ってみたいかな。Hey!
かかれば。さあ、俺たちの勝ち。兄様、おのおの本陣まで撤収せよ。元兄様。兄様どうして朔兄様のこと悔しくないの？そんなわけあるか。だが私は孫悟を導かねばならない。焦ったらダメだ、翔子。前へと進むために今は引いて守る。わからない。私はどうすればいいの？朔兄様